知りたか。劇的な勝ち上がりで見事2年連続の決勝に駒を進めた福岡第一。ライバル福大大濠との決勝前夜、最後のミーティングを行っていました。勝ってる時は瀬戸がそこを挟ってるから勝ってる。3年生最後の朝練ですね。頑張りましょうね、早起きして。もういいな、最後だぞ。早起き人生、3年生の力で勝ちましたって先生が言えるようにぜひしっかり頑張ってください。いいですか。はい、あと一勝です。あと一勝で文句なし。明日が一番最高のパフォーマンスできる。一方、その第一を県予選で下し、福岡チャンピオンとして決勝に進んできた福大大濠。3年生がよくここまでチームを牽引してくれたというふうに私は感謝しています。最後の最後で一番ダメなチームが相手になります。向こうは110人いるかもしれない、我々は、ね、40人、いないぐらいだけれども、出し切る、やりきる、そんな一日にしていきましょう。絶対優勝、チームでいきましょう。チームで、チームで、チームで、絶対勝とう、絶対勝とう。バッツツイン、チェイ。そして迎えた決勝、福岡対決。ウィンターカップ62年の歴史の中で最も多い観客動員数を記録した今大会。この日も会場は超満員に膨れ上がりました。試合は63対53、福岡第一が4年ぶり5度目の優勝。福岡第一高等学校、福岡の強豪が堂々の全国1位、2位に輝きます。本当に3年生、お疲れ様でした。3年生が、本気で向き合ってくれたことというのが決勝戦まで上り詰めることができたという素晴らしい、私は結果だと思うの で、1、2年生たちは、ね、この悔しい気持ちっていうのを一番晴らしたいはずだから、ね、その舞台は絶対ここだから、分かる。この同じ場所でやっぱりこの悔しさっていうのを、相手はどうなるか分からないけど、しっかり晴らせるようにまたチームで頑張りましょう。いいですか。はい、はいはい、お疲れ様でした。はい、最後まで本当に育ててきてくれてありがとうございます。お前、出口先生からは、まあ、バスケットのことよりも人としてあるべき姿とか、河村選手のように一流の選手になるには、まあ、どういったことを意識する、まあ、どういった振る舞いをするかとか、本当に深く学べた3年間でした。まあ、いつかそんな選手たちを越すように頑張ります。3年間ありがとうございました。きついことばっかりの毎日でしたけども、今日一日は本当にもうやってよかったなと思います。本当に皆さんに感謝です。ありがとうございました。このバスケットは素晴らしいです。から子供たちは素晴らしいです。本当にありがとうございました。3年生ありがとう。年が明け、沖縄に帰省中の崎濱選手に今大会を振り返っていただきました。一番印象に残っている試合は、まあ、やっぱり東浜戦。絶対に誰よりもシューティングしているっていう、本当に、まあ、自信があったので、そこは本当に自分を信じて打ち切ったのがやっぱり良かった部分かなというふうに思います。やっぱりみんなが、まあ、自分を信頼してくれて、まあ、出してくれたパスであったし、ここは本当に自分が、まあ、決めきらないといけないっていう思いもあったし、勝利した後にやっぱり応援席にいて、みんなが本当に喜んで泣いてる姿だと見たら、本当にもう感謝しかないなっていうふうにはもうずっと思ってたので、毎試合毎試合応援 し続けてくれた、やっぱり3年生をはじめとする、まあ、2年生1年生には本当に感謝したいです。井出先生はどんな監督でした。まあ、鬼のムードになったり、やっぱり練習とか、まあ、たくさんきついこととかもあったし、
まあ、たまに言われることは少しだけダメージ大きかったんですけど、自分の心に。でも、いや、でもそれも自分のメンタル強化にもなりましたし、本当に先生が言ってくださる言葉は、もうすべて本当に、やっぱり自分たちのバスケット人生に生きてくる言葉だったので、そこは本当に、そうですね、最後まで、まあ、ご指導してくださったことは、まあ、さっきも言ったんですけど、本当に感謝しています。次の進路は、スラムダンク小学生として、アメリカにある、セント・トーマス・モアスクールっていう、まあ、プレップスクールっていうところに、まあ、入学させてもらうんですけど、日本を、まあ、代表していくので、そこは本当に、まあ、みんなの気持ちを背負って、しっかりアメリカで成功できるように、やっぱり第一で学んだことを、やっぱ全て活かせるように、やっぱりアメリカでもやっていけたらいいなっていうふうに思ってます。感動を与えてくれた両校の戦いに大きな感謝。そして宿命のライバル対決はこれからも続きます。